York。スタジオは京都木屋町立誠小学校すぐ横、歌詞音楽スタジオ9部屋、ライブスタジオ、レコーディングも可能です。ティールスタジオ京都で検索。どうもこんばんは、ヤバオカムーブメンツの中村龍太です。今日のゲストは、お友達ですね。セルフポートレートウィズエビーの、スミちゃんとキンちゃんです。こんばんは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 。もう前ね、前の時も何回か出てもらって、うん、あ、そう、うちの家でね。ですよね。ベロベロでやった。今日は青木スタジオから真剣に、はい、今日あれ7月11の、はい、タクタクワンマン、はい、金ちゃんの誕生日、うん、そう、それもうドンピシャ誕生日なんですか。偶然、セブン、偶然、偶然、わざと、わざと偶然、わざと偶然。え、もう全くワンマン、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 もう楽しみですね。結構ね、ワンマンは、去年の9月以来かな、うん、タクタクは。あ、うん、あれも9月やったんですか。9月2日、うん、約1年。ここ最近ずっとタクタクで、うん、ツーマンでやってはりますよね、うんうんうん、そうやね、もう、うん、前半月1ぐらいでやらせてもらったけどね。ね、うん、その集大成、集大成っていうか続いていくんでしょうけど、うん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 、とりあえずワンマン、次また12月のワンマン決まってるんやけどね。やり手ですよ。関西を中心にやってるロックバンドっていうんですか。歌物系ロックっていうか、フォークロックって言われるけどね、うん、フォークっていうなんかかっこいい、ブルースな匂いもするしね。うん、まあ幅はこれからもどんどん、ね、広げていってるんだけどね。はいはいはい。え、これいつ結成なんですか、ラジオの前の皆さんに。ね、遡ると、そもそも歌い始めたのが約3年半ぐらい前かな。はいはい。ね、それまでずっとベースでね、メインでバンドやってて、うん、3年半ぐらい前、まあ一人で歌い始めて、そっから1年ぐらいかな、2年ぐらいしてからようやく今のね、ジロちゃん、ベースのジロちゃんが入りの、はい、うん、でそこでギターが入りの、うん、で当時ドラムも入ったのかな、ね、まあ、コピー入って、うんうんうん、でそれが多分2年半ぐらい前かな。ほうほう。あ、うん、ま、でそこで一旦もうね、ギターもやめて、うんうんうん、そっからいろんなゲストの方にずっと約1年、去年とかずっと、ね、そうですね、それこそね、リュウタ君に、はい、僕も何回かやらせてもらってね、うん、多分総勢7名8名ぐらいのギタリストが、うんうんうん、ね、入れ替えた近いね、一緒にやってくれて、ね、最初エビーさんもゲストやったんですよね、うん、そうで、エビーさんね、思い起こすべエビーさんとのね、関係も面白いなと思って、5年6年ぐらい前かな、それこそそのベースでやってたバンドの時に、うん、たまたま博多ザ・ブリスコさんとタクタクでやって、はい、そこに見に来たのがエビスやったのね。へ、でその当時から面識はあったんやけどもね、そっからほとんど何年か会ってなかったかな。まあ、まあ、俺は時々会ってたけどね、うんうん、でちょうどそのセルフポートレートのギター、前のね、そもそものギターが辞める日、うん、ちょうど辞める最後の日のライブの時にたまたまエビさんがフラッと現れて、はいはい、うん、あ、偶然、偶然やね、ほぼ偶然というか、ちょうどね、エビさんがフラッと来ようかなと思ったタイミングと、うんうん、ちょうど前のギターが辞めるっていうタイミングと、はいはいはい、たまたまですけど、ね、うん、そっから今のメンバーになって、ね、終わって、まあ、今日でその前のギターの高見ちゃんが辞めるんやいう話をしてたら、うん、ほんで今度俺弾くよみたいな感じになってね、うんうんうん、ちょっと、まあ、もちろんゲストでね、うんうんうん、行くよということで、
でそっから約1年半ぐらいかな、うんうんうん、いろんな人ね、それこそ龍太君も、うん、ね、いろんな人が一緒にやってやってくれて、はい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 、で今年ね、もうあの名前も新たにねやり始めたのは今年で、うん、ね、セルフポートレートウィズエビーということで、うんうん、今年からスタートを切ったわけですね、固定メンバーでね、うんうん、だからちょっとアピールして、いやほんまに あのなぜ来てほしいなと思う ね、それはいや本当にね、その今年スタート切ってセルフポートレートウィズエビー、うん、その音楽ジャンルしかりいろんなこと、うん、ほんまにね、ああでもないこうでもないいろいろ広げたいなと思って、すみちゃんの曲はもう曲もええけど歌詞もめちゃめちゃいいよね、歌詞はある意味こだわってるとこあるかな、なんかその時時々のね自分が思うこととかね、そういう何かテーマ、うんうんうん、一曲一曲にテーマがあって、まあまあみんなねそうかもしれないけど、うん、見に来てる人とか女の人とかほんまに真剣に泣いてるほんま真剣に、あのね目薬なんかなと思って、単純に、いや単純にでも嬉しいなと思う、それ涙であってもね笑いであっても何でもいいんやけども、そうそうそう、何かその人のね心の中のもんが動くっていうのはもうこれは冥利に尽きるというか、うん、めちゃめちゃ嬉しいですね。ね、女子ってこと普通にほんま泣いてはったもん。うんうん、その後ヤバ箱やったら帰ってはったし。そんなやったんだもん。じゃあほんまに。いやほんなんかあれかな、泣く踊る笑かすね、これ伊豆のエビさん言うておりますが、うん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 、この3要素を音楽にね、うん、あればいいなって、うん、ほんまにね踊る笑う泣く。7月11日の詳細。何時あの京都タクタク、富野小路市場上がっていって綾野小路下がる京都タクタクで東側ね、うん、18時オープン19時スタート、いやタクタクほんま優秀あるねライブハウスで、あの木造のね作り、もともと酒蔵になるのかな、うんうん、ものすごい雰囲気のいいとこで開放的なね、うんうん、雰囲気で、うん、僕らにしたらちょっと特別なライブハウスね、ですよね、7月11日タクタク、7月11日19時スタートで、18時オープン、19時スタート おいくら、おいくら、2000円で、あの前売り当日なしです、2000円当日券のみ、2000円プラスワンドリンク、はい、ワンマン完全ワンマンで、うん、最後にあのなんか1曲かけましょうか、うん、どんなしんどいことあっても何があっても崩れへんものって思ったらまず鉄の心って浮かんで、うん、望むこと望まんこと、うんうんうん、受け入れて、そんな心が鉄の心なんちゃうかなって、うん、思うね、うんうんうん、本日のゲスト、はい、セルフポートレートウィズエビーの、スミちゃんとキンちゃんでした。
勝手にロック。はい、皆さんこんばんは。勝手にロックの時間がやってまいりました。私、あなたのゴーゴー木村とザベストタイムマサヤです。よろしくお願いします。お願いします。俺今日7月7日やんか。はい、七夕の晩なんですけども、はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。俺ね、関係、個人的じゃないねんけど、ライブで、はい、金土日と俺香川行ってて。あ、はい。俺めちゃくちゃうどん好きやねん。はいはいはい。でな、金曜日に前乗りして、はい、で土曜日ライブして、で土曜日の晩もね、晩まで全然うどん食えてなくて、はい、でこれもう3日もうどん県に来てるのに、はい、まだゼロうどんやったわけよ。はいはいはい。でファーストうどんが3日目の早朝一番やってんけど、うん、はい、そっからね俺怒涛のうどんラッシュでね、その1、まあ、日曜日に大阪に帰ってきたんやけど、はい、帰ってくるまでにね6玉食べてきました。おお、すごいですね。僕のうちのドラマも香川、うん、あ、香川なん、はい、あ、そうなん、はい、たまに帰ってんの、あいつ。もうしょっちゅう帰ります、あいつ。しょっちゅう帰る。しょっちゅう帰りますよ。西に帰んねん。月1ぐらいで帰りますから、あいつ、ほんまに。あ、そう、はい、うどん食いに、うどん食いに、なんか家に帰、実家に帰りなんか。へえー、はい、あ、そうなんや。はい、香川でライブしたらええのに。そうなんですよね、だからしたいんですけどね、うん、はい、考えてますちょっと。あ、そうなんや。というわけでですね、はい、今日は7月7日なんですが、7月7日、今日は何の日。イエーイ。遅いなお前。はい、ごめんなさい。ちゃんとやってくれよ。このコーナーではですね、はい、7月7日にちなんだミュージシャンを紹介していこうかと。はい、今日は7月7日生まれ、うん、ザ・ビートルズ、リンゴスター。おお、うん、どうですかリンゴスターは。リンゴスターは知ってますね。リンゴスターと、はい、ストーンズの、ドラムの人、何て名前やったっけ、誰やったっけ、ストーンズのドラムの誰やった、チャーリー・ワッツと、なんかキャラかぶれへん、なんかリンゴスターとチャーリー・ワッツね。うん、まあいいんやけどね。ちょっとなんかバンドのなんかいじめられっ子的存在な気がするよね。なんかこの枝がんの。え、そうなんですか。僕は分からへんねんけど、もうポカーンって感じなんですけど。いや、そのリンゴスターなんですけども、はい、1940年生まれということでね、うん、でもリンゴスターが作った曲とか、大体 0.5% ぐらいらしいですよね、あのビートルズの中で。ああ、そうなんですか。 0.5% ってやったかな、ちょっとカットしてて。うん、いや、まあ、めちゃリンゴスターが作った曲がすごく少なくて、うん、基本誰が作ってるんですかね。ジョンとポールやんけ。あ、ジョン・ポール。バカかお前。ごめんなさい。そうなんですね。リンゴスターがね、はい、だからリンゴスターがリードボーカルをちょっと取ってる曲をね今日選んできたんですけども、もうもちろんもうザ・ビートルズはね皆さん知ってると思うので、あえて説明はしませんが、この曲はですね1969年の曲です、作品です。ザ・ビートルズでイエローサブマリンです。どうぞ。はい、お聴きいただいています曲、ザ・ビートルズでイエローサブマリン、1969年の作品ですね。どうですか。いや、すごく残りますね、うん、残るよね、はい、これ金沢明子のね、はい、イエローサブマリン音頭っていうね、はい、なんか演歌みたいにやってたんですよ。ドッ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 ドみたいな感じで、はい、イエローサブマリン潜水艦ってね、潜水艦っていう歌があったね、はい、あって俺もそれ探してそれがかけたかったけど、はい、うちなかったから、はい、こっち持ってきたんですけど、はい、どないですか。いや、すごく頭残っていいですよね。なんかビートルズ、僕聞いたんですけど、うん、友達からなんかビートルズって大体3分かそれぐらいの曲が多いんですよね。あ、短い曲も多いけど、うん、でも有名なヘルタースケルターか、はい、あれなんか原曲っていうかレコーディングした当時は30分ぐらいあったらしいですね、ヘルタースケルターね。なんかプロデューサーかなんかいるんですよね、うん、ビートルズかなんかの人、うん、プロデューサーおると思いますよ。あ、なんかその専門のなんか裏に、あ、そうなんや、はい、なんかその人が、うん、それおるやろね、裏でなんかやっぱ3分は頭に残るから。あ、でもあれ当時ってそんな長時間レコーディングもできなかったんじゃないですかね。え、うん、っていうのもあると思うけどね、はいはいはい。というわけで7月7日リンゴスター、ちょっとねお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。ほんでね、7月8日明日なんですけども、ジェイミー・クックっていうギタリストがね、はい、誕生日やね。で、
ジェイミー・クックって言ったらね、あのちょっと馴染みがないんやけど、はい、あの誰かっていうとアークティック・モンキーズのギターなんですよね、うん、知ってる？知らないです。アークティック・モンキーズかっこいいよ。あのね、結構イギリスのバンドで、はい、結構人気が、結構ちかめちゃくちゃ人気があって、はい、ロンドン五輪か、ロンドン五輪の開会式で、あ、ビートルズのカムトギャザーを演奏したのが2012年、つい最近の話ですよね、はいはい、うん、アークティックモンキーズで撮って、若いバンロックバンドやねんけど、アークティックモンキーズのちょっと説明をしますと、2002年結成で、2005年にファンによるデモテープのインターネット公開があったらしくて、それがね、はい、なんかめちゃめちゃヒットし、あの閲覧数が多くて、でその年の10月にもうデビューシングル出すんやけど、うん、それがイギリスのチャートで初登場1位っていうね、それからはもうすごい売れてる、うん、日本まで名前が通ってね、はい、知られ、日本でも知られてるバンドになってるんですけども、このアークティックモンキーズのジェイミー・クック、1985年生まれ、うん、まあ、1985年ってもう嫌なるな。お前何年生まれ？94。嘘やん、はい、お前94年生まれ、はい、嘘やん、お前です、マジで、はい、すごい、俺もう94年って言ったらもう物心ついとったぞ俺完全にそっか90、はい、すごいな。いや、このジェイミー・クックはね1985年生まれ、いや若いなと思ってたんですけども、はい、ね、このその昔のアークティックモンキーズ、まあ、俺も好きやってんけど、今回はね、あの2013年のアルバムから1曲持ってきました。聴いていただきましょう。アークティックモンキーズで Are You Mine です。どうぞ。はい、お聴きいただきました曲が、アークティックモンキーズああいうマインですね。どう、かっこいいな。かっこいいっすね。もう洋楽ロックって感じがガンガンしますね。もうほーって感じやね。もうやばいっす。どんな感じ？渋いっすね、声が。あ、声かっこいいな。声かっこいいっすね、この人。いや俺ね、これ勝手にロックやん、はい、もうビートルズとかかけてられへんなと思って、はいはい、ビートルズそんなに僕もはいはいって言ってたから、うん、いやもうこういうロックをかけてからね、はいはいはい、うん、今日はね7月7日、七夕の日ということで、はい、7月7日誕生日のリンゴスターと、そして7月8日誕生日のジェイミー・クック、彼はですねアークティック・モンキーズのギタリストなんですけども、の、特集をしてみました。さて、この番組はでですね、この番組はですね、皆さんからのリクエスト、メッセージなどなどもお待ちしております。アドレス、メールアドレスは勝手に @jocr.jp、 katteni @jocr.jp、 katteni @jocr.jp まで、どしどし皆さんメールください。まさに何かライブの予定とかないんですか？はい、あります、うん、7月31日に。おう、まあ、ちょっと先やな、はい、うん、はい、ちょっと先なんです。どこでやんの？モダンタイムズというところね、はい、やらせていただきます。ザ・ベストタイムがモダンタイムズでやんの？モダンタイムズ、はい、7月31日、はい、やらせていただきます、ぜひチェックしてみてください、はい。それでですね、僕のやっているバンドがですね、7月17日、もうすぐですね、あと10日ですね、はい、うん、金曜日なんやけど、大阪の心斎橋ルイドで、ワンマンライブをします。7時オープン、8時スタート、まあ、平日やから8時ぐらいがちょっとええかなと思ってんねんけど、そうですね、うん、8時スタートで3000プラスドリンクとなっておりますので、皆さんぜひ、遊びに来てください。これラジオ関西聞いたって言ったらもう前売りで入れるようにしときます。ぜひ皆さん来てください、よろしくお願いします。それでは、そのポロロッカリンドの曲をお聴きいただきながらの今日もお別れです。この曲はですね、ポロロッカリンドで肉を食らうという曲なんですけども、この曲を聴きながらのお別れです。それではこの後もラジオ関西でお楽しみください。それではさよなら、また来週、また来週。
ケメムエロジャーポールポーゴーレノンシオアトロシエストコンディノアセイノーデベロデフェンデルアプエスボジョコマルカルデニクロクラムキエンサメドンデソルライスタシオンフィナルウンポコマスアディランテアイセニオレンダオイルシオSpaldas al mundo Ya, por poco Renuncio a todo ¡Au! Si esto continúa así No te puedo defender Pues voy a comer carne Nickelodeon Espero no que eterno Si terminar para siempre Un poco más adelante Ay, señor realidad